はいどうも、達也です。いつもこの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回もですね、ピタカさんから提供していただきました製品をレビューしていきたいと思います。今回レビューさせていただく製品はこちらになります。 Apple Watch 全シリーズ対応で、とても持ち運びに便利でコンパクトなワイヤレス充電器になります。今回のね、この動画を見ることで、ピタカさんのね、このワイヤレス充電器ですね、これがどんなものかを知ることができます。なのでね、ピタカさんの製品が気になっていた方や、Apple Watch のね、充電器を探していた方は、ぜひね、見ていただけたらと思います。それではね、開封して早速中身の方を見ていきたいと思います。行ってみましょう。私のチャンネルでは、iPhone や Apple Watch などのガジェット系の紹介動画や、クレジットカードやデビットカード、プリペイドカードの券面紹介、そしてお財布やカードケースなどの紹介動画もアップしております。ぜひチャンネル登録と高評価の上、他の動画も見ていただけると幸いです。はい、それでは開封して中身を見ていきたいと思います。はい、出てきました。こちらがピタカさんのパワードングル4 Apple Watch になります。で、箱の外観はね、まあ、こんな感じでね、ピタカさんらしいね、箱になってます。で、結構ね、この箱からも分かる通りね、結構ね、このね、充電器ね、小さそうですね。ではね、箱を開けて中身の方を見ていきたいと思います。はい、それではね、箱を開けていきます。オープン!はい、こんな感じです。いかがでしょうか?いや、これめちゃくちゃかっこいいっすね。取り出してね、詳しく見ていきたいと思います。はい、まずね、こちら箱の中にね、これは何だろうかな。まあ、ここ、あ、ここを開けると、中、これ説明書かな。なんかそんな、ちょっと紙が入ってますね。じゃあね、ちょっとね、この紙ね、開けてみます。はい、こちら、あ、説明書かな。なんかそんな感じ。あ、説明書はこっちかな。まあ、こんなクイックスタートって感じで入ってますね。で、もう一枚のこちらの紙がですね、ペロッとめくると、あ、なんかいろいろ書いてますね。あ、これはピタカさんの他の製品の紹介みたいですね。まあ、こちら、ま、いろいろね、まあ、他、Apple Watch 以外にもありますよってことでね、ま、いろんな種類のね、まあ、こういう製品の紹介がね、紙として入っています。気になった方はぜひね、ピタカさんのね、公式ページをまた覗いてみてください。で、こちらがですね、まあ、クイックスタートってことでね、まあまあ、そんなにね、なんか難しいことは書いてないですけどね、まあ、いろんなね、言葉で書いてる感じですね。まあまあ、このキャップを開けてね、まあ、挿して充電してくださいって感じです。で、挿すとこはね、こんな感じでね、まあ、スマホだったり、アダプターだったりね、パソコンにね、挿して充電できますよってことが書いています。では本体を詳しく見ていきましょう。本体はね、クリアブラックになってね、中身がちょっと透けて見えるのがかっこいいです。で、挿すところはね、USB Type C になります。で、ここがですね、こんな風にね、こう、パチンってね、マグネットでね、こう、ひっつくんでね、まあ、このね、蓋はね、めちゃくちゃね、かっこいいですね。おしゃれですね、これ。で、裏もね、透けて中が見えるようになってます。で、この中のところにね、ピタカっていう、このロゴが入ってるのもかっこいいですね。で、これね、ちょっと後から気づいたんですけどね、この反対側にね、これでまたマグネットでね、このカバーが止まるんですね。なので、充電中もね、この裏側にね、こんな風にね、マグネットでパチンと止めとけばね、こんなちょっと振ったぐらいじゃ取れないんでね、これなかなかいいですよね。はい、それではね、サイズを測っていきます。まずですね、高さはだいたいね、5.4 センチですね。で、次にですね、この横幅。こちらが、ちょうど4センチって感じですかね。で、厚みはちょうど1センチですね。で、ここからはですね、まあ、充電する際のね、まあ、磁力をね、見ていきたいと思います。まあ、勝手にね、充電中にずれるってことがないかっていうテストですね。まあ、これぐらいね、振ったぐらいじゃ落ちなかったんで。まあ結構ね、まあこういうふうにね、結構ね、斜めにしても耐えてくれてたんでね、まあ十分ね、磁力はあるんじゃないかと思います。これならね、充電中にね、外れることはないですね。
まあこのね充電器使うときはね、この右のような写真でね、こう斜めにするような場合もあるんでね、まあこんな時もずれることはないんでね、まあこれは結構ね使えると私は思います。ではね、ここからね肝心な充電のテストをしていきたいと思います。まずね、やっぱりねこの充電ができないとね意味ないですからね。で今回ですね、使うのはまずねこの 20W の Apple 純正のアダプターを使用してやっていきます。はい、それではね充電する準備をします。このねタイプ C のアダプターをね、まあちょっとねこのタコ足のところにね USB のこのタイプ C のアダプターつけてですね、まあちょっとこれでね計測していくような感じです。で今回のね充電スピードに対してのねベンチマークは Apple 純正の高速充電を基準にしています。でねこんな感じでね 3% からちょっとスタートをさせていただくという感じです。はい、それではねこの状態からスタートしていきます。で今回はね 80% になるまで何分かかるかを見ていきます。はい、充電開始から45分経ちました。 Apple 純正の高速充電ならねここの時点でね 80% になってるはずなんですけどね、実際ねこのねピタカさんのやつは何パーセントでしょうか。この状態ではね約 25% まで充電されてました。はい、その後ね計測1時間で見たんですけどね、そんなにねパーセントは増えてなかったですね。ではね、一体何時間経ったらね 80% になったかと言いますと、はい、約2時間22分でした。まあ、この充電時間が早いか遅いかっていうのはね人によるかなと思います。まあ私はね充電時間よりもね逆にねこんな使い方の方がね便利かなと思います。こんな風にねモバイルバッテリーからね充電することも可能なんですよね。こういうメリットの方がねワイヤレス充電器ねこう恩恵受けるかなと私は思います。こんな感じでね出先で充電できるというのがめちゃくちゃ便利だと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はですね、ピタカさんから発売されている Apple Watch 全シリーズ対応のワイヤレス充電器をご紹介させていただきました。この製品がね、まあ、必要な人はね、まあ、結構ね、出張とか旅行が多い人ですよね。まあそういう人はね、まあ、わざわざね、純正のケーブルとかね、サードパーティー製のケーブルを持ち歩かなくてもね、まあこれ一つあればね、ちゃんと充電できるってところが非常に便利だと思いました。今回のこの製品が気になった方はですね、概要欄コメント欄にねピタカさんの URL も載せてますのでね、ぜひねそちらの確認もまたしてみてください。私のこのチャンネルでは今回のような iPhone や Apple Watch のガジェット系以外にもクレジットカードやデビットカード、プリペイドカードを発行しての券面紹介や、またミニマルでおしゃれなカードケースやお財布を購入しての紹介動画もアップしております。今回の動画が少しでも面白かった、役に立ったと思われた方は、ぜひチャンネル登録並びに高評価の方お願いいたします。またそれ以外にも Twitter や Instagram でも情報発信していますので、そちらのフォローもぜひお願いいたします。というわけで今回も動画のご視聴最後までありがとうございました。それではまた次回別の動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。